はい、よろしいですか。はい、皆さんお疲れ様です。ブリーフィングを行わせていただきます。1時から、今の時間まで、自民党公明党さんとの協議を行わせていただきました。前回同様、自民党からは高村副総裁、そして稲田政調会長、公明党からは、北川副代表、そして石井政調会長、その4名の方に、ご出席をいただいて、この安保法制の問題に関する与党協議からずっと、議論を重ねてきた本当にオーソリティの皆さんに協議に臨んでいただきました。前回私どもから提案をさせていただいた安保法制の独自案の内容についてご説明をさせていただきましたので、その内容について協議の訴状に載せた上で、論点ごとにお話をさせていただきました。特に時間を割いたのは言うまでもなく、この武力行使の新三要件といわれる存立危機事態、我々はそれに対していわゆる武力攻撃危機事態という概念を提示をさせていただいているわけでありますが、その2つの違いについて、戦火災いと戦火火と、火と災いの違いなどについて、お互いの考え方を確認をする、そんな議論を交わさせていただいたところであります。また武力行使との一体化論、これも憲法上問題になってくる部分でありますけれども、こうしたところについても意見交換させていただきました。また領域警備法案のことについて、これは政府提出法案にはないわけですけれども、私どもが出した民主党との共同提出の法案の内容についてご意見も頂戴をさせていただきました。総じて言えば極めて有意義かつ建設的な、そうした協議になりまして、我々としても大変重要な、我々としても受け止めるべきご意見等々もあったやに思います。いずれにしてもこれからさらに協議を重ねていきましょうということで、高村副総裁からご提起をいただいて、それは私たちも望むところですということで応じて、今日の2時間余りの協議を閉じさせていただいたということであります。終始一貫して非常に理論的に精緻なやり取りが繰り広げられまして、大変そういう意味ではいい議論ができたなということを私たちも感じておりますし、大変僭越ながら推察申し上げれば、高村先生も北川先生もそのようなご感想をお持ちではなかろうかというふうに思っています。その意味で今後も党対党の協議を続けていくことに、私たちも前向きな気持ちを今持っているところです。以上です。ご質問の方をお願いします。はい、すみません、具体的なところで論点がですね、いくつぐらいの論点が書かれて、どういう論点が大変評価されたんですか。今申し上げたと思うんですけれども、繰り返しになりますが、主要な話として、出たのは当然ながら我が党案の独自案の非常に根幹部分のところです。だから3つですよ、3つ、武力攻撃事態のこと、それから後方支援の、武力行使の一体化の回避、それと領域警備法、3つです。いいですか。いいなら、はい、どっちにしようか。畑さん、じゃあどうぞ。日経新聞の方です。この観点の論点について、どういう結論が出たかというか、伺えないんですか。ブリーフィングの内容についても、このようにしようということを一定程度、相手方と打ち合わせた上でこの場に臨んでおりますので、これ以上の詳細については控えさせていただきます。3点の採決について何らかの話になりました。
いえ、私どもは政策論をずっと協議で行っていたわけですので、そういう国会運営に関わる話は出ませんでした。はい、いや、その協議を続けましょうと高村先生に言っていただいているわけですので、続けましょうということです。次回の日程は、まあ今日はね、次回の日程を決めるというところまではしてませんが、どういうのか続けようという意思表示は高村先生からいただいたものですので、いずれ日程のご都合に応じてオファーがあり、我々からも場合によってはいつにしましょうかというアプローチをさせていただくかもしれません。高岡さん、今の質問とちょっと絡むんですけども、北川先生からも同じように協議続けましょうという話はあったんでしょうか。小村先生と北川先生はもう一体です。北川先生の方から逆にその政党間での協議をこれから続けるということで整理していいですねって言われたので、それお願いしますと。それは政治家の今の枠組みとは異なる。いやいやいや、この枠組みです。この枠組みという意味です。はい、明日にもですね、衆議院で採決が行われるようという話、情勢の中で党と党の協議を続けていくということは、維新の党とは何を目指しているというふうに思いますか。何を目指していると言われると、私たちは独自案を示して、その受け入れをお願いをし、そのための協議を進めているという立場ですから、そのことを一刀両断にせず、排除、その可能性を排除しない形で協議が続いていくということは我々にとって何ら悪いことではないと思いますので、今後も我々が提案をした独自案の内容が法律として実現をするように、これからも協議を進めていくということではないでしょうか。いや、ここから先の国会の進展状況というのは、今予断を持って語るべきではないと思いますし、私たちはあくまでも7月いっぱいは60日ルールを使わないで独自案との並行審議を政府案と行っていくべきだということを強く徹底審議をこう求めている立場ですから、その段階において、今お尋ねをいただいたようなことを予断を持って言う時期ではないと思います。はい、協議を続けていくということですけれども、採決、繰り返しになりますけど、採決が明日にという中で、いつどこでその採決、協議を行っていくのかというところがよくわからないんですけど、いや、まずは明日採決かどうかということは、今日も議論も出ませんでしたし、そういう国会日程とは別で、協議をまた続けましょうということで、ご提案がありましたので、それは引き続きやらせていただきたいと。端的に言うと、私たちの独自案の提案を非常に真摯に受け止めているということですよ。目の前の国会の対応とは、ある意味では、なんていうか、位相の違う話として、対処交渉に立って、政策論として真正面から受け止めていただいているということだと理解しています。もともとお二方はそういうことをご担当されているこの安保法制においては責任者であるというふうには思ってないので、はい、高村さんからは2度ぐらい口にされたのは、この場で慌ただしく何か決めるよりも継続しましょうという話でしたから、その言っておられる意味は明快だろうと思います。はい、朝日新聞の高橋、繰り返しになってしまうんですが、先ほど有意義な時間というふうにおっしゃいましたけど、それによってその採決の行動が変わってくるということはあるんでしょうか。いや、それはちょっと、むしろ採決を早期にお願いをしたいというふうに思っているとすれば、与党さんの側ですから、それは与党さんの側に聞いてください。維新さんの行動として何か変わることはあるんでしょうか。
いや、これはだから先ほど申し上げているように、今日の協議は政策論で行っているものであります。このまま解決が、まあ、もし与党が強行してくるとすればですね、まあ、新案を削ぎ出る気はないという主張陣も見られますけれども、まあ、解決強行された場合は、この協議を打ち切りという認識でしょうか。まあ、それはですね、私は次回やりましょうと、与党側がなんか採決日程をちらつかせている状況の中で、高村先生が、あるいは北川先生が、あえておっしゃっているということですから、まあ、それは今、お尋ねの趣旨で言えば、そうではないんではないかというふうに受け止めております。この場で慌ただしく決めるよりは、協議は継続しようと、さっき僕が申し上げたとおり、小村さんが2度ほどおっしゃってましたので、その意味は、この今、あなたが質問されたこととは切り離して、協議は継続しようということで、私どもの方も、それは続けてい、きましょうということになりました。藤原さん、ファイナルアンサー、ファイナルクエスチョン。はい。はい、まあ、やりましょう。先生の中で、存立基金自体と、無力を言った、存立基金と無力を言った自体のところで、今後協議続けていく中で、両者が歩んでる。まあ、内容については記者ブリーフィングにおいて、つまびらかに申し上げることはしないということが相手方とも申し合わせの事項でありますから、申し上げることはいたしませんが、しかし、まあ、あえて申し上げれば、総じてですよ、総じて、建設的かつ有意義なディスカッションを行うことができたなというのが実感です。まあ、今後協議を続けていきましょうということは、協議する内容があるということでしょう。じゃあ、もう本当に最後ですよ。はい、小野さん。確認なんですけれども、今回のこの自公さんとの会談というのは、衆院段階での出席見送りという形式でいいんでしょうか。いや、まあ、それ、ちょっと衆議院、我々衆議院段階で、あと2週間かそこらは、やってくれって、今でも求めてる立場ですから。そんなことを合意するはずがありません。よろしいでしょうか。はい、お願いします。どうも。